アルバ県は、ルーマニアとランシルバニア地方の県。県とは、アルバユリア。西部は、ビホル県とアラド県。東部は、ムレシュ県とビストリツァナサウド県。北部は、サラージュ県とマラムレシュ県。クルージュ県。東部は、シビウ県とムレシュ県。南西部は、フネドアラ県と接する。2002年の調査では、県人口は38万2747人で、 人口密度は61平方キロメートル。県面積は6242平方キロメートルで、全体の59%ほどを産地が占める。北西部はアプセニ山脈、南部はパラング山系の北東部に属するシュレアル山脈とチンドレル山脈である。東部は深いが、幅の広い谷が広がるトランシルバニア高原である。三つの異なる地域は、 シュ川の谷で分けられている。主要河川は、シュ川とトルナバ川、セベシュ川、アリエシュ川である。県の主要産業は、以下の通りである。県内には、鉱物資源が開発されており、金銀銅など金属、塩、建設資材となる大理石、加工岩を産出する。県は4つの都市、7つの町、65の生直地帯から、なる。 ナショナルインスティチュートオブスタティスティックスポップやレシャデュープエトニーナショナルインスティチュートオブスタティスティックスポップやレシャラリーセンシミンテルディガニー19481956196619771992愛2002ありがとうございます